はいみなさんどうも MT です。どうもどうも。今日はですね、奇跡と領域のお話をちょっとしていきたいと思います。実は前回のちょっとした続きで複素数についての奇跡と領域の問題が出てきたときに、複素数のままやるべきなのか、z イコール x プラス yi とおいて平面の話に還元するのがいいのかっていうお話をしました。で、それをまとめてちょっとざっくり言ってしまいますと、あの、大体は z イコール x プラス yi である方が得策です。考えなくていいので、大学受験的な意味で言うとね。だけど、円とか直線、そして一次分数変換しか出ないのであれば複素数のままやってもかなり美しい答え が出てくるっていうお話でしたっていうのは標準形として円とか直線っていうのが非常にきれいに書けるっていう事実が複素数の世界ではあるし円と直線というのは、まあ、あまり区別がつかないんですねあの一時分数変換のなのでは。 円,円と直線と一分線間であればそのままやればよろしいと。それ以外であれば、まあ、受験的な観点で言えばばら、まあ、した方がいいと。で、ばらすにしてもですね、X プラス YI のその XY 平面における何か奇跡と領域の問題ないしは、XYZ 空間における奇跡と領域の問題というのが皆さん一度はお目にかかったことがあると思うんですけど、それについてもうちょっとお話ししていきたいと思うんですね。で、えー、結果言ってしまいますと、まあ、問題によってケースバイケースと言えばそうなんですけど、でもですね、本当によく出る題材っていうのがあります。それは、射影というものですね。 例えば何か図形があってそれをなんか一点からこうなんかね直線を結んでそれを xy 平面に投影するとそれの領域の,あの図を書いてその面積を求めなさいみたいな問題とか投稿でとかよく出たりするんですけど。 で他にも、あと平面空間の中で平面になんか二次曲線とか直線とか円とか楕円とかいうのがあって、あと一方で単位球面みたいなのがあるんですね。で、北極上の点と、まあ、001という点と、その平面、XY 平面上の点を結んで、9と必ず交点ができるわけですね、北極以外の1点が。で、それと今度は南極の点を結んで、XY 平面との交点を作って、 もともとの直線をその対応で移したいった先の何か図形と奇跡の領域を求めなさいみたいな問題がよく出るんですけどこれについてどういう背景があるのかつまり射影という大きな枠組みがあるんです。でこれについてのお話ししていきたいと思うんですね。 で、今言ったのは、実はどちらも大体射影なんです。とはいえ、まあその単位球面とのこの射影というのは、まあちょっとした、むしろ複素数の世界で扱う方が実は良かったりする。複素数とか、よあの、資源数とかね。で、これは、あの、綺麗な形で書けることは分かっているんです。これは一つの題材ですね。で、今回話したいのは実はちょっと射影の方にフォーカスしていきたいと思うんです。というのは、射影も本当によく出るし、射影の方が意外と綺麗なんですよ。これについてお話ししていきたいと思うんですね。で、社影については、まあ先ほど言ったように、なんか、こう、 中心ががあってて光線がこうワーって出ている時に、何か物体をこう投影した行った先の影を求めなさいみたいな問題なわけですけど例えば空間の中に何か三角形なりこう円なり何なりがあってそれの遮影を求めなさいっていう感じの問題なんですけど遮影ってじゃあ何なのか数学的に定式化すると何なのかというと実は直線と何らしかるしかの交点だっていうことなんですよねなので実は次数が変わもともとの方が円とか二,次か二次曲線だったらそれと遮影しても実は二次曲線のままなんです 直線を写し写影で写しても絶対直線のままなんですよ。それはそうですよね。でそれなぜかっていうとこの直線に対して何か光を当てるんですけどこの光を当てる操作というのがそもそも一時式で定義されるわけです。なんか図形上の点とそのなんか光源の中心ですねその写影の中心といいますけど掃除の中心とかねそれと結んだ行った先の交点を 考えているわけでですすがががこれは時数が変わわよようがないんですよいんゆるベクトル的に1ベクトル的に考えると結んでパラメータ表示して xy 平面であれば z イコール0みたいなことを考えるわけですそうするとですね高田が出てきてもその遮影の操作そのものは一次分数ぐらいしか高田が出ないんですね1次しか出ないんですよそうすると基本的には時数は変わりませんただしちょっと気をつけたいのは0と無限大という微妙な点が絡んでくるということなんですね 直線全体を移してもその直線が行った先にべちゃっと出るかというとそうとも限らないんですね無限遠点とかがあると実は一箇所だけ穴が開いたりするんですこういうところに実は次数は変わらないとは言ったんですけど実は逆数がギリギリ出てしまうようなことがあったりしてそこが0分の1にならないような点がそこに対応したりするんですねですから実はその0分の1になるようなことを許してしまえばつまり無限遠点とか逆に無限分の1を0みたいなもので定義してしまうと実はそこちゃんと穴が塞がるんですね元々の手は 無限点点とかかゼロからるるような点になにったりするんですですからこの遮影というのは実はその光源というのが一つの特異点みたいになってるわけですけどそこに対するものここを無限と捉えると実はあのい,いろいろとうまくいくというお話をざっくりしていきたいと思います。で多分歴史的にも分かりやすいのはその遮影というこういうようなものですね何かこう XYZ 空間というのがあってここに点光源赤点で書いてあるんですけど点光源があります。この辺に何か図形があってこ,こ,この点から XY 平面に例えば遮影,遮影するようなことを考えましょう。そうすると ですね。例えばこの平面上赤の平面上このあの中心ですね中心の。 この XI 平面との平行な、この平面上の点って絶対 XI 平面と交わらないんですよ。っていうのは、まあ分かりますよね。この辺の点を取ると絶対 XI 平面とぶつからないので、基本的に遮影されるっていうのはこの辺にあるようなもの、この平面上に乗っていないようなものです。いないようなものであれば遮影はされるんですけど、じゃあこの上に乗ってるのはどういうものの扱いを受けるのかというと、ここからこう近づいていってみてください。そうすると実は無限遠方に対応するんですね。XI 平面に対しての無限平面みたいなものを実はここで実現させているんです。なので実は直線といっても、 もうこういういうな直線であるこの辺にこう空間にある直線であればちゃ,ちゃんと直線で移されるわけですけど例えばこういうふうなところで直線があったとしてこれを移すとこの交点は無限遠点に対応するんですねそれ以外のところはちゃんと直線で対応するんですけどここの1点この本当は有限の中に3次元の中であればあるようなものが x i 平面においては無限遠点に対応してしまうということ見かけ上の問題ですね。 でこういうのを射、ま、影、あ、機関みたいなもので取り扱うわけで、歴史的にも4、まあ0 500年前からルネー三世紀にようやく活躍したんですね、まあ。絵画の問題とかそういうことがありますけど。で、これが、まあ、一般的な現象なんですよ。直線であれば、まあ、ちょっとした例外点、こういう無限遠点とかゼロ,、ね、ゼロ点とか考えると解消されるんですけど、実は二次曲線においてもほとんど同じような取り扱いを受けます。先ほど先にこう、楕円を書きましたけど、これの行った先って絶対楕円ですよね。ちょっと大きくなったりするかもしれないけど、楕円になります。じゃあ、逆に、 ここにこうぶつかるように楕円を描いてみてください。そうすると何が起こるかというと2点対応しない点が出てきますね。そうするとこれが無限延点に対応するんですよ。そうすると行った先に何,、ね、何になると思いますか実は双曲線が出てくるんですね。それはなぜかというとこの2点が無限延点に対応していてこういうような状況になっています。この2点がそ 双極線というのは前近線に近づくということがありますけど、この前近線というのが実はこの無限遠点との2点の交点なんですね。ですから実はこう2つ出てくるというのはそういう理由があって、そしてこの直線というのはどこから来るかというと、この楕円のここの無限遠点における接線が実は前近線になっているんですね。なので、そういうそれぐらいなんですよで。もっと言うと、じゃあギリギリこの2点で交点を持っていればこうなるんですけど、ギリギリ1点で 交わっていると何になるかというと、これは放物線が出てくるんですね。つまり無限遠点に対してこうどちらも近づいていくということが対応するんです。なのでまあこんな感じです。二次曲線も実は行った先は二次曲線のままなんですね。 双極線とかであればまあ分かりやすいんですけど、放物線だとなんか y イコール x2 乗みたいなものが出てくるので、なんか実数1個落ちたぞっていう気分になると思うんですけど、実は zy イコール x2 乗みたいに見なすと、実は二次式イコール二次式みたいなもので、実は実数は実は変わってないんですよ。その xy 平面と交点を取るということから、実数が見かけ上消えてるように見えますけど、実は全然関係ないんです。で、最後に一番簡単な例由の忘れてましたね。まあ楕円であれば楕円に移れるとていうのは、まあさっき言ったか。まあこれはね、そのままです。なので実は、 二次曲線、楕円、双曲線、放物線というのは空間の中で考えると全部楕円扱いすることができます。いかなる二次曲線も空間内にあるようなものでも、実は適当な平面をこのこ中心とか平面とか選ぶと全部楕円に通して扱うことができます。これが一つ嬉しいことなんですよね、遮影空間の中で。さらに係数を複素数にまで拡張すると、さらにもう本当に何も区別がいらなくなるという世界もあるんですけど、高校数学ではさすがにそこまで扱われません。実はまあこれぐらいあれば結構嬉しくないですか直線は行った先は直線。もちろんあの無限 先ほど言ったようにこの点に、まあ、じゃこの直線があったときに実現されないような点が出てきちゃうかもしれない、まあ、無限点として出てきたり、まあ、ちょっと微妙な点が出てきたりすることもあるかもしれないけど概ねオね OK だとでこういうのはちょっとねよく受験問題とかで直線ただしこの点を除くみたいなのが出てくるわけですけどそれに対応しているわけですで楕円とかもそうです1箇所こうであの総曲線 として、あのー、二つ出てこないようなところがありますけど、これの理由というのも、まあ、さっき言ったような遮影というものに対応していると。なんか結構、こう、ダイナミックに考えるとむしろ分かりやすくないですか楕円があったら楕円のままだし、二点で交わってると放物線が出て、え、双曲線が出てくるし、一点でギリギリ交わってると実は、あの、双曲線になって、双曲線,いい線になっていると。ごめんなさいね。いろいろと、まあ、あの、言葉はいいとしてもですね。こう、二点,点,点で交わってるか、一点で交わってるか、ゼロ点で交わって、一点も交わってないか、ゼロ点で交わっているかっていうようなことですね。こういうような考え方。 があるんですですもう一度まとめますと要するに実数は変わらないってことが結構重要なことですさ冒頭に言いましたけど遮影というものは中心とか無限遠点というか無限平面みたいなのが確かに出てくるんですけどその対応そのものは実数を変えないんですねで実、えー、数を変えないということが二次曲線は二次曲線に移る楕円は楕円に移る楕円は双極線に移る楕円は放物線に移るとかそういうことに対応になっていて直線は直線に移るこれはそうですよね僕らはこういうふうに光を考えた時に光からの影があの曲がることはないのでそういうものにも対応してるんですけどその理由 理由というのは、一次式にが一次式に移り、二次式が二次式に移るということに対応している、まさにそれが理由になっているわけです。まあ、そんなわけで、 こういうような社営の根本概念を分かっているといろいろな見通しがつきやすいわけです。要するに外形が先に分かってしまう。具体的な方程式を与えなさいとかそういうことを多分受験問題では聞かれると思うんですけど、もちろんそれ答えたいんですけど、その前に大体の形を知っておかないと、例えば面積が分かんないとかそういうことにもなったりするわけです。逆に言うと面積だけ求めたいのであれば、具体的な表示がいらないということもあったりすることは、まあ、まあ例にありますので、外形が分かっているということの強さをぜひとも体感してください。そして最後の補足的ですけど、先ほど言った単位球面とか、 それとの交線みたいなものは実は複素数でいうところの反転というものに対応しているんです。これも具体的な表示は意外と簡単にできます。そして反転というものであれば複素数の世界でもご存知のようにいわゆる一次分数変化なんですね。円が円に移る対応ということがもう分かっていますので、それについては昔僕動画上げておりますので、そちらの方、まあ、概要欄とかに貼って、えー、コメント欄の方にも貼っておきますので、ぜひともそちらもご覧ください。要するに円円対応。直線は円の一種だと。無限、半径無限の円だと思うと、実は円は完全に円に移るということをですね。原点を通るような円は直線に移ったり、 あと、直線は原点を通るような円に移るんですね。で、原点,も原点を通るの直線は、えー、行った先でもきちんと直線になっていると。それはなぜかというと、0が無限に移り、無限点は0に移るので、その2つを通るようなものは直線ですから、そういうふうに対応するというようなこともお話ししていますので、そちらの方をご覧ください。奇跡と領域の問題というのは本当によく出るし、数学的にも面白いものなので、いろいろと知っておくと、都合がいいこと、そして面白いことがたくさんあります。 大きな差が出るわけなんですけど、知っていると都合あの楽しいことばかりですから、ぜひとも見てみてください。というわけで、今回はこれぐらいにしておきましょう。もし色々いろいろと質問がありましたら、コメント欄の方であのいろいろわちゃわちゃしていきましょう。というわけで、えー、次の動画もご覧ください。さよなら。